どうも皆さんこんにちは、えー、キキです今回はですね面白い記事があったんで紹介してみますえー、っとですね「クラクラに月いくら課金していますか?」というアンケートに対してですね「無課金が94件41.1%」41. 1えー「1万円以上が16%」「うーん月,月1万円以上課金してるってもうすごいですよね」「本当チャンピオンリーグの本当上の方の人かなと思います」 えー、5,000円から1万円 7.5%1,000、えー、円から5,000円 16%1,000 円以下16%ということでうーんまあ無課金が44%まあ半分が半分無課金であとの半分はやっているっていう、まあ、課金しているって感じですねでまあそうですみんなの反応というのがですねありまして1,000円以下課金している人はですね初めの頃大工代に500円まあそうですよねやはり。 そうですよねやはりこう最初は大工500円で買えるのであ500個で買えるのでやはりこれを購入する人が多いということですねそしてえ1,000円から5,000円うんまあというかですねまあなんか弊社ブーストするために購入するという人もいるらしいですねで1,000円から5,000円とかまあで5,000円から1万円の意見で課金しないと t h チ もうタンホール9からがきつすぎる。かっこ笑いということで。うん、タンホール9だと課金しないとやっぱきついんですかね。まあ、タンホール8なんでわかんないんですけど。では、まあ、無課金のね、課金ダメ、絶対にということで、まあ。ゆっくりだけど無課金でも十分楽しめると。まあ、無課金でチャンピオンリーグは無理というらしいですね。まあ、ということで、まあ、皆さん、ど画ぐらい課金していますでしょうかね、まあ。私はまあ、他の動画でも出したんですけど、 あの大工5人はほんと余裕なんで、まあ、その動画他の動画で出してるのでそちらもご覧いただけたらなと思います。ご